携帯動画を YouTube にアップする、第2部ですけれども、携帯動画を先ほどは、携帯で動画を撮影しましてパソコンにつないで、YouTube の方に、アップの作業をいたしました。YouTube の方ではインターネットのサイトですので、各パソコンの端末から入った情報がまず YouTube の、サーバーに送られてくるんですけれども、すぐには反映されません。まず自分の YouTube のところのマイ動画、こちらの方をクリックします。通常の、動画ですと、まあ、アップしまして、そうですね、だいたい1時間程度でこちらの、チャンネルの方に入ってくるんですけれども、すぐは入ってきませんので、すぐ確認したいときは、このマイ動画をクリックします。そうしますと、最新の情報、先ほどのこれですね、撮った分、携帯撮った分が、見れますので見てみましょう。これですね。で、撮影が始まります。これで、例えば、今の状況であるとか、お客さんにお伝えしたい情報であるとかを、携帯の方で、例えば自分に向かって、ちょっと指見切れてますね。レンズになんか指が入っちゃってるのがこれ失敗です。こういうのがお互いの部品とかを比較、してお話しするのもいいですし、まあ、必要な情報を、短時間で、お伝えすることを、しまして、終了の場合はこの真ん中のボタンですね、このボタンを、押して終了。で、まあ、この画像はまた表題がこの、ファイルの MAV0001 というものになってます。これでは、使えません、ので、これを、変えようということで編集ボタンを押しますと、先ほどのアップしたところに来ますので、ここへ例えば、テストですね、テスト と、入力すると。で、タグ、これは省いておきましょう。なぜかというと、同じ携帯でアップした人が多分タグこちらになるんで、同じ携帯で表題を入れないでアップした人の情報と一緒に検索されてしまう可能性がございます。ので、ここで、テストを、点点点点点と、点という感じで、入れます。で、ここは何でもいいんですけれども、まあ、ブログと人にしておきましょう。この状況で、動画を世界の人と共有。これね、非公開もできるんですが、まあ、こちらでいいと思います。で、これで、この変更保存をクリックしますと、テスト点点点点というふうになります。もう一回見てみましょう。マイ動画ですね。テスト点点点点になってますね。まあ、これで一応、まあ、動画の方は、完了になってますので、例えば、人に、お客様だったら送る場合は、よいしょ、この URL がありますので、この URL を、まあ、コピーして、で、メールに貼り付けるであるとかをしますと、もうこの画面に飛びますので、携帯でも、YouTube 見れる時代ですから、こちらの最大限に活用して、営業であるとかサービスの追加整備に活かせるように、取り組んでいきましょう。以上です。